はい、さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、7.62mm弾、有名なのだけで5種類もある剣ということで、今回はね、7.62mm の弾、このようにある、様々な 7.62mm弾っていうのをね、見ていきたいなというふうに思います。で、まずですね、その 7.62mm弾っていうのは、じゃあ世の中に何種類あるのかっていう、そういう話なんですが、まずハンドガンの弾でね、6種類くらいはあって、で、そしてライフルの弾で18種類くらいありということで、もっとマイナーなのとかね、入れたら増えると思うんですけど、少なくとも、24種類はあるということで、もはやこの時点でどんだけあんだよっていう、そういう話なんですが、何はともあれね、じゃあどんなその 7.62mm の弾があるのかっていうのをね、見ていきたいなというふうに思います。で、まずですね、最もメジャーな 7.62mm の弾といえば、7.62×51mm の NATO の弾ですよね。もしかしたら、今後はね、その 6.8mm の弾の台頭で、時代遅れになるかもしれませんが、その登場からですね、今までの、約70年間ね、その米軍を中心とした NATO 諸国でね、日本も含め NATO 諸国で、軍用の弾として広く使われ、民間市場でもね、ほぼほぼ、同じ規格の、308ウィンチスターっていうね、名称で、鹿でも熊でもね、大体の動物を狩れるそういう大口径のライフルとして、日本も含めね、すごく世界中で広く流通している弾になってます。で、この弾を使う銃はですね、本当にめちゃくちゃ多いんで、全部言うとね大変なことになりますが、タルコフで言うと、例えば M1A とか、SA58 とか、あとはスカーの H とか、M700 って、ここら辺の弾になりますよ。そんな感じです。はい。で、次。次に有名なのはね、おそらく 7.62×39mm ですね。これは、7.62mm ソビエトとかね、そういう呼び方もね、しますが、要は、その AK47 とか、その改良型の、AKM の弾でもありますし、あとは SKS とか RPD のね、弾になります。で、この弾はね、もちろん、そのソ連をね、中心に、旧共産圏で、広く使用されたし、あとその世界中のね、紛争地域でも本当に広く使用されてる、使用された弾になりますが、この弾をですね、使うことができる銃のその種類としては、さっき言ったその AK のね、AK と、AKM、そこら辺の AK ファミリーと SKS、RPD のね、4種類くらいしかないというね、意外と少なめっていう、そんな感じです。で、次。次はですね、そのロシア系の弾といえばっていう、そういうことになるんですが、次はですね、7.62×54mm の R の弾ですね。これはね、今からですね、130年くらい前に登場した、本当に古い弾、本当に古いそういう大口径のライフル弾で、その薬莢の底にですね、そのリムっていうね、縁があるのが特徴で、リボルバーとかの弾も大体あるんですが、その縁があるのが特徴で、リムがあるよっていうことで、弾の名前の最後にわざわざ R っていうのがついてますっていう、そういうね、弾になってます。で、この弾を使う銃としては、帝政ロシアとか、その第二次世界大戦の、頃とかの、そういうソ連を、長らく支えた、シンナガンを筆頭に、結構ですね、いろんな銃で、使用されて、戦後の銃でいうと、ドラグノフとか、PKM なんかでも使う弾になります。本当に今でも全然現用の弾、そういうことですね。で、ちなみにですが、この弾結構ね、7.62×39mm、AK の弾と混同されるんですが、その AK のね、7.62×39mm と比べると、54R の方が、使える銃がですね、大体射程もね、倍以上、1km ぐらい狙えて、射程もはるかに長いし、エネルギー的にもね、だいたい 1.5 倍ぐらいのね、エネルギー、3600ジュールぐらい出るので、本当にめちゃくちゃ強い弾っていう、そんな感じになってます。でも、連射したらね、めちゃめちゃ暴れるので、だからアサルトライフルの弾としては使わない。そんな感じですね。で、そうやってですね、古い弾にもね、古いっていうか、そういうでっかいボルトアクションとかのね、銃にも使うやつにも、そういう 7.62× なんとかかんとかってもあるんですが、その似たようなね、弾としているのが、3006スプリングフィールド。ですね、こいつは 7.62×63 っていう言い方しますが、あんまり言わない3006スプリングフィールドって普通に言うっていう、そんな感じで、こいつはですね、アメリカが、第一次世界大戦の頃くらいから使い出した弾ですね。大体だから、54の R の方と、ほぼほぼ同じ時期の銃みたいな、銃っていうか弾みたいな、そんな感じで、例えばその M1903 ですね、1903とか M1 ガーランドみたいな、その米軍の主力小銃でも使われたし、あとは BAA
AAR とかね、あとは M1919 みたいな、そういうね、まあ、米軍が持ってたマシンガンなんかでも、まあ、使われたというね、まあ、そんな感じです。で、こいつはね、まあ、7.6 クリック×54mmR と違って、その軍用の弾としてはね、まあ、その戦後のその 7.62×51mm の台頭によって、まあ、基本的にはまあ姿を消しますが、この3006スプリングフィールドっていうのは、まあ、ハンティングでもね、まあ、めちゃくちゃ使えるので、まあ、大体の動物ワンパンで取れるだろうみたいな、ちゃんと撃てばみたいな、まあ、そんな感じになるので、まあ、民間市場で、もうまあ結構ね、まあ、ハンティングとかでもまあ人気があって、まあ、日本で流通してるライフル銃にも結構使える銃は多いというね、まあ、そんな感じになってます。まあ、ちなみに、まあ、日本で使えるライフル銃、まあ、日本で流通してるライフル銃の、まあ、メジャーな弾っていうのはこの308mmR08って呼ばれるやつか06って呼ばれるこのスプリングフィールド、この2つがね、まあ、メジャーかなというふうに思います。で、まあこんな感じでね、ライフル銃の 7.62mm でメジャーなのはまあここら辺ですかねっていうことで、まあ本当はね、まあ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 メジャーっていうぐらいだと、まあ本当は例えばM1 カービンの、まあ、30カービンとかね。まあ、あとは AR のプラットフォームで使える 300AAC ブラックアウトも、まあ、7.62mm ですが、まあ、そんなにメジャーでもないかな、みたいに思うんでっていう、まあ、そういうことで、まあ、こっからはね、まあ、もちろんもっとマイナーなのもありますが、まあ、何やともあれですね、まあ、こっからはね、まあ、拳銃の弾はね、まあ、見ていきたいなというふうに思います。で、拳銃の弾なんですが、拳銃の弾もいろいろ種類ありますけど、まあ、拳銃の弾でね、まあ、7.62mm の弾っていうのは、まあ、ライフに比べたら、ま、少ないし、やっぱりマイナーなのが多いので、まあ、一番有名なのだけね、まあ、見ておくと、まあ、そいつはやっぱり 7.62×25mm のトカレフの弾ですよね。まあ、こいつはですね、その C96 で使うね、7.63×25mm。まあ、こいつも 7.62 とか言いますが、7.63×25mm のマウザーっていう弾を、まあ、ベースに開発した弾で、まあ、大体そうですね、トカレフと、まあ、PPSH41 をフィット、にあのソ連系のね、まあ、そういうサブマシンガンとかね、まあ、そういうので広く使われましたが、まあ、戦後は、まあ、ソ連ね、まあ、9×18mm の弾を使うそのマカロフっていうねちっちゃい銃に、まあ、更新したというか採用したので、まあ、7.62×25mm っていうのは、まあ、今ではほぼほぼ完全に旧式化してあんまり使ってる、まあ、組織とか、まあ、団体っていうのはそんなないよねっていう、まあ、そんな感じです。はい、というわけでね、今回はね、7.62mm 弾で、ね、有名なのだけでね、5種類丸剣でした。まあ何はともあれですね、ガンマニアからするとね、まあガンマニアからすると一番ね、愛入れないぜってなるのはちなみにですね、あの 7.62mm のね、弾のことを 7mm 弾って呼ぶやつですね、7mm の銃あるから普通にみたいなね、なんかそんな感じですごくモヤモヤしますが、まあなんかね突っ込めないよね、なかなかねうぜえやつとしか思われないからなっていうね、まあそんな感じです。はい、というわけでね、まあ何やともあれ 7.62mm の弾の話でした。この動画ねふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上中の人ゲーミング、中の人 A でした。